はい、ラーメン作ります。今日は原点回帰系ラーメンを作ります。まずはチャンネル登録30万人ありがとうございます。今回いわゆる醤油ラーメン作るんですけど、作りたいように作らせてください。タレはほぼ気持ちオールドタイプ、スープはいろいろな食材使って何の出汁ですかって思うような仕上がりにします。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
you
原点回帰系ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。スープとタレはいい感じです。今回スープの濃度をちょっと濁らせるイメージで作りました。醤油入れるとちょっと濁った感が消えるので、それを想定して作りましたね。まあ、5年ぐらい前に食べたラーメン、屋台ラーメンなんですけど、再現しました。はい、もうちょっと手直しはしたいです。だいぶいい線いってますね。まあ、スープとタレに関してはなかなかいいんじゃないですかね。まあ、手直しは、はい、さっきも言ったんですけどします。はい、お肉の方味良かったんですけど、まあなんかめっちゃ安い肉使ったんですよね今回で。見てわかる通り油多いんですけど、もしかしてだけど最初から紐で巻いてあるタイプのお肉は、もしかしたらその油をバレないように巻いてたりするかもしれないですよね。ちょっとこれからは巻いてないやつやっぱ買おうと思いましたね。当たり外れがあるかもしれないんで、まあ、これはちょっと売ってる場所によるのかもしれません。はい、でも今回はちょっと外れを引きました。まあ、安いからしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。まあ、それと製麺の時ちらっと言いましたが、200杯目でこのやめる予定で始めたチャンネルだったんですけど、正直それは YouTube でこうやって生活できると思ってなかったから、まあそう考えるのが当たり前かなっていうのは個人的な感じでした。まあ、で終わったら当たり前にこうラーメンに関わる例えば製麺所とか、まあ、ラーメン屋さんかもしれないですけど、まあ、就職普通にしようと思ってましたね。ただ YouTube で生活できてしまってるので、おうちめん TV やってるうちは自分で作った麺とか販売したりとかラーメン屋さんとか出す時間はないです。コメントで1回でいいから食べてみたいってコメントをいただくことあるんですけど、とても嬉しいです。ただその応援がより遠ざけることになってしまっていますね。はい、まあ、でもそれ良くないと思ってまして、まあ、めっちゃ偏見なんですけど、 YouTube に安定した生活はいらないと思っています。まあそれは、まあ、すごい偏見なんですけど、やっぱその方が、まあ、視聴者的にも面白いのかなっていう感じはあるので、まあ、それでラーメン屋さんやるわけじゃないんですけど、物件探しています。まあ、両立できるかもしれないです。まあ、何やるかはまだ言えません。ただ普通に、ラーメン屋さんやるわけじゃないって感じですね。まあ、詳細とかもし決まったらまたご連絡します。以上です。ごちそうさまでした。チャンネル登録30万人ありがとうございます。おうちめん TV はこれからも変わらずにやっていきますが、まあ、クリスマスで200杯迎えることになりますので、その後は自分もどうなるかは分かりません。久しぶりにちょっとひりついてる感覚がちょっとありますね。はい、まあ、そんな感じでサブチャンネルおうちめん TV の方も TV のご飯の方もよろしくお願いします。それではまた。